Hey guys! So I've been wanting to interview Japanese snack makers and craftsmen and film the creation process, which is usually not allowed, for a long time. And thanks to Sakurako's help, I'm finally doing it. I'm so excited. Sakurako is a monthly Japanese snack box, and they partner with the local snack makers from around Japan, like Sekiseika, who I'm going to see in Kyoto today. I think many of you guys are interested in traveling to Kyoto and go see famous sightseeing places, and I encourage it. You should do that. But this time, I'd like to share local Kyoto daily life, where people live and work. I'm heading to a residential area where Sekiseika has been making senbei for 100 years. Hey guys. I am on my way, and look, there are no tourists, so peaceful and quiet. I'm so excited. I can already smell. It actually smells good. おはようございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ早速ちょっといろいろとご案内をいただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。こっちがですね、はい、店舗の方が、まあ、小さいんですけど、自店舗の方がそこにあります。東米屋っていう屋号にしたんです。こっちが加工場ですね。ここが集荷。あ、なるほど。ここにトラックが入ってきて集荷して出ていくはずでいつも。今一回全部が、まあ、製造っていう形です。普通のこう、まあ、私みたいな一般客は先ほどの店舗の方しか基本ご縁がないということですよね。そうですね。基本的に、はい、買ってもらう。見てもらうのは大体店だけなんで、じゃあもうちょっと、はい、特別に見させていただけるということ で、はい、いやありがとうございます、はい、楽しみです。ありがとうございます、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。おー早速どうぞ。あ、失礼いたします。おはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。キヌマキ、ここでアリヘイトっていう飴、はい、芯の部分をこれで流して作っていく。まず砂糖と、もう一個は水飴を入れて、それを煮詰めてこちらの冷まし台の方に移していく。下がこうやって固まってくる。うわーすごい。うわー、これほんまに危ないのが、飴ってここらってついてもうたら、はい、一瞬で焼き戻るんで。ああ、もう、あ、ものすごく熱いの。怖い、ラーメン怖いです。で、丸焼きの折りたたんで、温度を少し下げながら、そしたら次。もうだいぶ色が変わってきましたね。うわすごい、こんな間近で、なんかこれずっと見てられます。書物で登ってるのが江戸時代から。江戸時代から。江戸時代から書物で登ってて、はい、この時は巻き絹っていう。あ、もう真っ白ですね。うわ、これはもう真っ白。飴細工で使うやつですね。あー、はいはいはい。わー、おすごい伸びますね。上と下で火つけてて、今日は均一の温度にしてあげる。あー、なるほど、上と下で、はい、で、温度が冷ましすぎてもダメやし。あー、はいはい。今度は逆に温ますぎてもダメ。難しいですよね、教える時に。どうやって教えるんですか。手作りなんですね、本当に。そうですね、もう基本全部僕ら自社製品ですから、一個ずつ製品。これが基本のやつなんで。すごい屏風みたいに綺麗ですね、これ。昔はこう手作業されていたって聞いたんで、
こう柱に棒を横になってその棒に引っ掛けてこう伸ばす。はあ、社長も昔はされてたんですか。やったことあります。あ、そうなんです。そうそう、もう一回で腰がですよね。ある程度切ったやつを今度は包丁で、包丁でカットこれ一個一個手で全部割っていくんですか。手で。先ほど社長からなんか昔は包丁を使われてたって聞いたんですけど。どんな昔の話なのね。なんかこう包丁でやって腱鞘炎になられたみたいな。すごい量ですね。規模が違いますよね。もともと僕らが言ってる河原せんべいは大昔で言うと関西と関東でそもそも違って、関東の方では、まあ、いわゆる米菓ね、米で作ったお菓子、関西でせんべいって言ったら昔はその僕らの小麦粉、卵、砂糖で作った河原せんべいのことをせんべいって呼んでて、お米入ってないですよ、ね、お米入ってないですよね。全然違いますね。全然作り方も製法も全然違うんで、米菓やね、米の作ったやつは関西ではあられおかきっていう言い方をしてます。寝かせるんですね。そうです。必ず1日は寝かして、翌日もう一度混ぜて生地を整える。すみません、お忙しいところ。これホームページで見たやつですよね。抹茶クリームサンドいただきました。すごい美味しかったです。たまに不揃いのやつは特用とかで売ってるのを買ってたことあるんですけど、これはなんかそういう感じにはならないんですか。これも、あ、これも特用になるんですか。あ、あ、福岡から参りました。いや本当にありがとうございます。お忙しい中。ここで揚げた状態でもうペラペラなんですよ。本当だ。全米店。でこの間に僕らやったらいろんなこう形作ったりとか、はいはいはい、だいたい10秒以内とかに形成はする。もうこのやつから、あ、本当ですね、はい、破けちゃうんで、すみませんな、切ります。あ、うわー、すごい早っ。こんな早いんですか。さっと友人にさっと巻いてしまうと、はい、負けないんで、まあ、手袋してますけど、はい、それでも1日で製造したらやっぱり鉄板の温度って150度ぐらいあるんで、やけどは必ずみんなできるんです。手袋しててもですか。全然できます。あ、そうなんですか、はい、中にサックみたいなのを入れるんですよね。はい、その持つところの指のところは、はい、そんなんをわざと包着して製品だから、もう3本出るから、からここまでやけどなって非常にいいタイプ。これ自体はもうこうパキンって硬いですよね。はいはい、雨なんで、はい、雨になってるんで硬いんですけど、分かりますかね。ああ、若干溶けてくるんです。溶けてますね。そうです。ポキッと折れるんで、こう伸びるんですよ。ああ、美味しそう。これは溶けてるんですけど、はい、熱い熱いせんべいで巻いたらこのようにこう溶ける。で今わざと溶かしてるんですよ。なるほど。一回雨のこれが溶けて自然に固まることによって、この砂糖の性質でちょっと結晶に戻ろうとするんです。はい、柔らかくというイメージから根底糖とか、こっちはバキバキのまあやつやけど、全然違いますね。サクって、これが昔の人の知恵で、硬いは硬いんですけど、その飴自体の硬さじゃなくて、This is so good. Wow. お疲れ様です。手、やけどされないですか？やけどはね、まあ、うわ、もう職人の手ですね。
わ、これでもやけどするんですかね。やけど、はあ、ありがとうございます。こちらの作業を主に専属でされてるんです。あ、そうです。何年ぐらいされてるんですか。自分はもう20年20年プロのベテランの職人さん、生で会えて手も見せていただいて光栄です。時間もかかってるんですけど、やっぱり焼けるのも増えていたので、職人としてはもう、この運動でも少ないですけど、まあでもこれは昔の技術もあるんで、僕らはできる限り残っていこうかな。これが桜のクリームになるんですよ。桜の花びらをパウダーにしてもらったりとかをクリームに混ぜて、僕らこれ花びらで色をつけてるんですよ。え、入ってないんですか。ちょっと入ってないですよ、一体。すごい。桜のせんべい自体には桜の葉っぱのパウダーも入れ込んで香りを出す。だからあまり桜の花びらっていうのはすごい貴重で、そうですね、高いし量も取れへんし、だけどまあまあできるところまではそれでなるほどいいかなと。本当だ、全然違いますね。綺麗ですね。今日はあの色彩の焼き印ですね。あ、これが、わあ、焼き印。あ、色彩4つ、4色。あ、これダイモンズ。そうですね、あ、ダイモンズだ。これお抹茶の味なんですか。抹茶、ね、ああいいですね。1日にこう多い時で何枚ぐらい焼かれるんですか。焼いて押していかれるんですかね。焼き物で6000回これやるんですか。全部手で押していくんですよね。右利きでいらっしゃいますか。いいですよ。なんか右腕だけやたら強くなりませんか。やっぱり。やっぱりもう焼き印の右腕ですよね。兄さんは生まれも基礎立ちも京都なんですか。そうです。修学旅行は逆に怒り、あ、私ですか。小中京都だった気がします。でしたね。京都の人は逆に修学旅行どこ行かれるのかなと思って。東京なんです。あ、やっぱゆうすけさんも東京っておっしゃってましたね。なるほど。ディズニーか。いい。次の日にこれが実引きっていうコンテナですけど、せんべいに1枚ずつ型を当てて、これが蜜なんですけど、こういう形でグラデーションに1枚ずつ丁寧に全部手でやるんですか。はい、1枚ずつ丁寧にこう思いを込めて。これが製法特許で、もともと製法特許持ってたロールっていう、はい、ああ、はい、緊張するやんな。顔はね、ちょっと、あの、もう手元だけ、ちょっと顔はね、事務所的に、すみません、映るの映りません、もう、私はいいよ、映りいいよ。なんでですか、高いですよ、私やら発生しますけど、すみません、気をつけます。すみません、どうもお邪魔いたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。無造作に若い方だったんですけど、はい、昔の手焼き、あ、はいはい、の肩、うわ、すごい残してあるんですけど、もう使えへんので、これはこの昔っていうのはどれくらい前の手焼き時代の、そんな50年とか、あ、生まれる前ですね。
え、これ京都の京都タワーです。これ京都タワーですか。昔の、へえ、積水化工場、京都。へえ、あ、これこれすごい大きいですね。一枚もんの昔の手焼きの型です。へえ、これを職人やらこう片手で回してはるんで、私が使ってるたい焼きでも重かったんで、はい、これはこれは重い。これが一枚の重さです。もうプルプルしてましたよそうなんです。これを4枚、5枚並べて職人やらバンバン焼いてたん でしかもめちゃくちゃ暑いですもんね。そうですいい景色ですね、ここ。そうですね、あっぱ京都タワー見えるんで。あ、ほんとだ、見えますね。で、前に見えてるのが大文字。え、あれが大文字。あれが、はい、大文字焼き、ここから見えるんですか。見えます。いいなぁ五山の送り火なんですよ。あ、お盆の時に帰ってこられた先祖をまた見送るっていうので家族で集まって手合わせて見送る。いつもありがとうございますって言って。僕らもこの地で大将軍という地で商売できてるのも先代がいたからですね。それまでにはいろんな先代やら それまで今までの職人やらパートさんみんな担いできて、それを僕らそこの、ね、ある土台の上でやらしてもらっただけなんで感謝ですね。そこはもう感謝しかないんで。Even though Yusuke-san was very busy, he took me to his local shrine. The Seki family are Ujiko, which are Shinto parishioners. Totally unexpectedly, he introduced me to the shrine chief priest and helped me learn the history of this area, which is really cool, but there is so much information about it, so I'm gonna make a whole video about it. あ、そうなんですか。もうだから神社にも顔が聞くと、ちょっと呼んだら宮司さんが出てくると、それをちょっと自慢するために。ああ、そういうことですね。なるほど、なるほど。まあ、地域の人ずっとやっぱり協力してもらって、はい、なるほど、神社は成り立ってるんで。で、あの、そうそう、ゆうすけ殿のこの若中会って若手の方のずっと副会長で、あ、常幸さんの、まあ、一応理事としてもう一回まだ引き続きずっとしてもらっているような形。こちら関家も、まあ、地域のこういった売れのことに貢献されているってことで。あ、もういろんな感じだったんだろう。なるほど。次は200周年ですね。今後はもう東部屋とか、あと新しく100周年作ったのがこのお釜井っていうのがあるんですね。はいはい、その東部屋っていう、まあ、富士ですね。富士の花言葉が、おもてなしとか歓迎とかそういう意味合いがあるので、そういう意味を込めておもてなしっていう意味でおかまい、まあその僕らのお菓子で、まあ、京都に来られた方とかにおもてなしの心を持って、伝えていく。おしゃれなせんべいですね。外は瓦せんべいです。へえ、いや、これせんべいって言われても最初パッと分かんないですよ。ジュンさん来られる前に設営が、あ、そうだったんですか。午前中設営で、お土産、はい、街道、街道、はい、にそこにこうやって、あ、これですね。はい。ああ。ここが、こういう売り場で、1ヶ月間、はい。ありがとうございます。ちょっと、買って帰ります。はい、京都駅、本当にね、もう、山ほどお菓子あるんで。いや、本当にいっぱいありましたね。はい、ちょっと、いっぱいあって悩んじゃったんですけど。めっちゃあるんですよ。もう昔やら、ほんま、一時、抹茶しかないやみたいな時もあったんですよ。ありましたね。なんか4、5年前に来た時もなんか、もう本当に抹茶緑ってみたいな時だったでしたね。はい、駅提案に行っても、もうちょっと抹茶の庶民は一回やめましょうかっていう抹茶以外くださいみたいな言われたこともあって。そうなんですか。ですよね。ちょっと抹茶以外で持ってきますわみたいな。もう抹茶はよ、みたいなね。でもちょっとこのカラフルなやつとか探してみます。どうも本当に長い間ありがとうございました。お菓子もたくさんいただいちゃって、こちらこそ大きにありがとうございました。100年おめでとうございます。はい、God, they're so ugly. あ
ありがとうございます。お気に、ありがとうございます。They're so freaking lovely. I got extra snacks from them as well. Hey, ただいま。I'm home. And my favorite time, tea time. And thank you so much to Sakurako for sponsoring this video and giving me an opportunity like this. Sakurako is a monthly Japanese snack subscription box. And they partner with local Japanese snack makers like Sekiseika, who I just visited.To provide 20 traditional, authentic, and artisan Japanese snacks, including Japanese teas and special Japanese tableware. Sekiseika snacks have been featured in many Sakurako boxes in the past, and there will be more in upcoming boxes. Each month, they have a different theme, and this time, it's Arrival of Sakura. It comes with a booklet that has information of all the snacks in the box, and Japanese culture. Okay.It's so much sakura. Everything is sakura. I'm gonna try this sakura tea and this sakura senbei and something sweet. Okay, this sakura warabi mochi. What? Wow, it's actually sakura. Okay, and sakura warabi mochi.Oh, it comes with the sauce. Even the sauce is like pink and sakura flavor maybe. Whoa. It smells really good. I also have another plate I got from Sakurako, which happened to be Kyoto. It's perfect. I just visited. Whoa. Everything looks fancy. Okay, my tea time set is ready.いただきます。 Okay, I'm gonna start with senbei. I learned so much about senbei. Now I can truly appreciate all the effort that's put into this senbei. いただきます。 Whoa! The sakura fragrance. Like it popped up as soon as I bite into it. Whoa, I like it.This feels so nice and relaxing. Oh, I know how you guys say, I feel so zen, right? I learned this phrase from Rachel, actually. The sakura petals have some little bit salty taste to it. It balances out. Oh, nice. It's like kombucha. This is the fanciest warabi mochi I've ever seen. Okay. いただきます。This is really good. Alright, hey, that's my senbei. Let me enjoy my tea time. I'm sorry. The sauce is also really good. I think they also use sakura too. It's very sweet. Maybe you can have a tiny, tiny amount of sauce. Ah, that's not how you lick. Okay, at least you're gentle. If you're interested in trying this box, there is a special sakura season promo code. So please check the link in the description box below.おせんべいもいただいたんで、ちょっと今から、はい、乗ってたところ行ってきます。あ、ちょっと本物見ながらちょっと食べて、ちょっと京都味わってきます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございました、はい、行ってきます。はい、行ってらっしゃい。 I arrived at the location where I can see Daimonji Yaki Mountain. Eating Daimonji senbei while viewing Daimonji. いただきます。Pretty yummy. I like the matcha flavor. Alright, next I'm going to go to Kinkaku. This is fun. It's like stamp rally where you go to different locations, collect stamps on a card, except it is senbei.
ありがとうございます。はい、家が取れました。ここでバーベキューしてるぐらいですけど。いつもバーベキューして。いや、最高の景色ですよね。そうですね。夏場はここで子供らプールとかやったりとか。京都一望しながらね、バーベキュー。はい、おつですね。呼んでください。福岡から長谷さんじます。はい、もう大文字の時はぜひ来てもらったら。あ、本当ですか。はい。景色ここで見れるし。あの本当に行きますよ。はい、全然こいつ、冗談で社交辞令となる。ほんまに気をとでなりますよ。僕らもやってるので大丈夫ですか。じゃあ、もしかしたらお邪魔します。僕らもどうぞどうぞ。ありがとうございます。